はい、こんにちは、テイカルです。今回はですね、アシエットさんのランボルギーニミューラを作る第22号、こちらの方を買ってきましたので、早速作っていきたいと思います。こういったですね、書籍の類っていうのは、北海道の場合、本州の2日遅れで入ってくるんですよ。本州で水曜日に発売だと、北海道で発売されるのが金曜日っていう感じなんですけども、今回はですね、そこからさらにですね、北海道大雪の日がちょっと続きまして、交通機関が乱れに乱れてですね、入ってきたのが今日日曜日ということになりました。なので、いつもよりちょっとですね、動画の配信が遅くなって、申し訳ありませんでした。はい、で、今回入ってきたパーツ類がこちらですね。これはですね、なかなかまた良さげですね。もう、開けなくてもわかるっていう感じの。多分これがオイルのレベルゲージだと思うんですけど、すごくいい作りしてますね。はい、で、これがウォーターポンプですね。で、これがですね、最初何かなと思ったんですけども、オイルフィルターということで、相当でかいオイルフィルターですよね。まあ、今の普通の車の倍以上の長さがあるオイルフィルターということになりますね。で、これがエンジンスターターですね。スターターモーターですね。はい。はい、それではまずですね、ここの部分、こことここの穴ですね、に、このウォーターポンプが、2箇所のピンで、このような形でつきます。で、ちょっとですね、きつめなので、ちょっとだけ斜めにカットしておこうと思います。はい、少しだけピンを斜めにカットして、ちょっと入れてみますね。はい、いいですね。はい、こんな感じです。で、ピタッとつきますね。で、次。で、次はこちらのですね、オイルフィルターがここの突起に入ります。切り欠きがあるので、きちんと切り欠きを合わせて、ちょっとここもきつめかもしれないですね。入らないほどではないですね。ただ、なんかちょっと心配なのは、ここの部品が今度つくときになんか干渉しないのかどうかちょっと心配な感じのつき方ですね。まあ、とりあえず、接着とかしないでこのままつけておけば大丈夫だと思います。はい、で、次にですね、このエンジンステーがここにこのような向きで取り付けられます。これがですね、ただゆるゆるなんですよ。ただ、接着はですね、ちょっと今の時点ではしない方がいいかなと思ってます。なので、ちょっと緩いんですけども、これもですね、後々取り外すかもしれないという説明があったので、このまま、緩いまんまにしておいた方がいいと思います。今の時点では。で、まあ、最終的に問題がなくなった時点で接着してしまえばいいかなと思います。ただもう、これ本当にこう、ひっくり返したら落ちてくるぐらい緩いので、まあ、もしもですね、気になる場合は、少量のですね、多用途ボンドをつけて、接着しておけば、こちらですね、これをつけて接着しておけば、まあ、最悪ですね、引っ張れば取れるので、ちょっとだけ、ボンドをつけて、なくしても困るので、ほんの少しだけボンドをつけて固定しておきます。はい、そうしたら次にですね、ここの2箇所の穴にこれをこのような形で取り付けるわけなんですけども、もうこれはですね、もう見た目的にですね、全然穴の大きさが違うので、普通には入らないです。で、斜めにカットして入るとかそういうレベルではないので、ここの部分をですね、ヤスリを使って削っていきます。こういった金やすりがあると、精密やすりがあると、こういう時すごく便利ですね。まずバリの部分をきれいに落としてください。こういう感じで。はい、バリのところを中心に落としたら一皮むくような感じでぐるっと落としていきます。はい、であとは合わせてみて入れば OK ですね。こんな感じで入るようになれば OK です。でこちら側も同じことをやっていきます。でこちら側はプラスチックなのでドリルでここ穴を大きくする方でもいいですけども、こっちのバリがですねとにかくひどいので、まずはこっちのバリを取ってからですね。でちょっとこっちのピンがですね曲がってついてるので、これをバリを取ってなおきつい場合はこちら側の穴を広げた方がいいかもしれないです。はい、こんな感じですね。これで入ればいいんですけども、まだ入んないですよね。あ、大丈夫かな。はい、入るようになりましたね。で、入るようになったら、これが、このような形でつきます。はい。一気に削らないで、ちょうどいいテンションで入るようになるまで少しずつ削ってください。はい、そうしたら次にこのセルモーターがこの向きですね。この向きでここにつきます。で、これはですね、きつさ的にはどうですかね。はい、ここもですね、ちょっときつめで入らない感じですね。少しだけピンを斜めにカットしようと思います。はい、こんな感じですね。少し斜めにカットして、入れてみます。はい、大丈夫そうですね。で、ステーがこうなると。はい、このパーツがここ、これ、ステーがこの向き。で、このパイプがこことここですね。このような感じに入れば OK です。はい、それでは次にですね、このオイルのレベルゲージをここの穴に差し込むわけなんですけども、こんな感じですね。ちょっとここもきつめかもしれないですね。ちょっとですね、バリがあるので、バリだけ取っておいた方がいいと思います。先ほどの精密ヤスリを使って、このバリを取っていきます。こういう感じですね。はい、こんな感じでバリを取って、で、入れてみますね。はい、スムーズに入るようになりました。まだちょっときついぐらいですね。で、一応向きとしてはですね、だいたいこんな感じの向きでつくように、説明書はなってるんですけども、かなり、細くて、まあ、要するに他の次の、これからの作業にちょっと邪魔かなと思うんですよね。で、まだですね、この液マニがついてないので、これからここにエキゾーストマニホールドをつけたりとかっていう作業がありますし、私の場合はまだキャブもついてないので、エンジンの方まだいろいろいじるんですね。なので、ちょっと今これをつけてしまうとですね、ちょっと邪魔になってしまうので、とりあえずはつけないで外しておきます。で、後々ですね、もうこれを、つけても全く邪魔にならないという状態になった時に、レベルゲージ差し込もうと思います。はい、それからですね、今後についてきているこちらのパーツは、キャブがついていないと使えないんですね。で、私の場合ですね、まだキャブレターの方の不良部品の請求をしてまして、それがまだ来てなくて、ここら辺がですね、作れてないので、そちらの方がですね、作り終わり次第こちらの方もつけていこうと思います。で、説明書通りにですね、作業をやらなかった場合なんですけども、必ず、部品の方にですね、何号で入ってきたものかを書いておかないと、後々分かんなくなってしまうので、このような感じで22号の部品ということを書き留めて保管しておきます。はい、というわけで今回はですね、アシェットさんのランボルギーニミューラを作る、ウォーターポンプとかオイルのですね、フィルター、それからエンジンスターターなどの取り付けをご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。